こんにちは。じゃあ、シューケメガネズです。さあ、今回は、はい、ナゾンの J リーグ推進委員会案件ですので、はい、しっかりと。普段適当みたいじゃないですか。違いますよ。そういう意味ではなく、はい、やっぱりこう、一回ね、こう、リセットしたところからしっかりと話を伺いたいと。はい、ただ、はい、時間がものすごく短いです。タイムアタックみたいな案件ですよね。本当です。その隙をついてお話を聞きますので、はいはい、皆さん、心の準備をしていただいて、はい、今シーズン J1 チャンピオン、川崎フロンターレ、鬼木徹監督です。よろしくお願いします。お願いします。聞こえますか、鬼木さん。鬼木さん、聞こえますか。声聞こえないですよ。お、聞こえない。ない鬼木さん。お隙間をついて来てくれたのに音が聞こえないといういこのチャンネルの未来をもろったなんだよ そんななんてこと言うんだなんてこと言うんだこんにちは。あ、聞こえた。あ、よかった。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 おにきさん、すいません。本当忙しい。いえいえ、すいません。お久しぶりです。俺たち隙間工業なのでこういう時間でしたかね。忙しいとこすいません。すいません。いえいえ。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。もう3度目ですが、いかがですか。いや、やっぱり嬉しかったですけど、やっぱほっとした方が大きいですから。まあ今年は大変なシーズンで、はい、その目標設定もそうだし、まあ、優勝とか、まあ、去年の成績を見て、まあ、新しいことにチャレンジして、はい、難しいシーズンがスタートしてより難しくなったじゃないですか。はい。その辺はどういうふうに自分の中でこう整理して臨んだんですか。コロナになる前にキャンプで、まあ、今年の、まあ、4-3-3チャレンジしてたんですけども、そこで、まあ手応えまではいかないですけど、まあ、ただまあこのままやっていけばなんとかなるかなっていう中で、一回中断になって、まあ、その後少しなんだろうベースアップできるかなと思ったんですけども、どちらかっていうともうコンディション戻すのでギリギリだったので、うん、もうそこのところは、まあ、4-3-3を詰めていくっていうよりも、まあ、むしろ、うん、キャンプでやってたことをもう一回繰り返しでやったっていうぐらいで、あとはもうゲームの中で修正していくしかないかなと思ってやりましたけどね。手応え的にはそのスタートした時と再開して、はい、もうコンディションをこう、まあ、整えていく時と、はい、だいぶこう自分の中でもあこれいけるかもっていう、こう本当の自信になってきたっていうのはどのぐらいなの。あ、自信まではまだなかったですね。ただ何ですかね、こうなんかこう新しいことにチャレンジしているこの感じがチームとしてすごく良かったというか、選手もこうやろうっていうなんていうんですかね、意志がすごく強くて、何かこううまくいかなかったとしてもなんかこう前に進んでいくんだろうなっていう感じはありましたね。多分大西さん相当去年 の、はい、あのマリノス戦悔しかったんじゃないかなと思って、あの 4-3-3 にしたのはなんかあの最初失点した時に前からこうはめに行ったやつをビルドアップ外されて失点したじゃないですか、はいはいはい、もう一番大西さん一番これ嫌な失点の仕方なんじゃないかと思って、でそれでも前から人数かけて攻めるで奪うっていう、はい、これ両方やるにはこれ 4-3-3 だったのかなと思ったんですけど、なんかそんな感じはありましたか。あ、でもやっぱり去年のああいうのはきっかけにはやっぱりなりましたね。海外のチームもそうですけども、こうなんで強いチームは 4-3-3 多いのかなとか、うん、見ててもそうですけども、対戦してもこうやっぱり迫力があったりとかして、うん、まあ、なんか面白いなっていうふうに思っていたのと、あとはやっぱりこう今年人が入ってきた中で、あと既存の選手のこう考えた時に4-3-3はハマるかもしれないなっていうちょっと思いがあったので。海外結構見るの。いや、でももう最近はやっぱ見れないですね、時間がなくて。そうだよね、はい、でもなんかコーチの方がなんかいろんな海外のチームのこれ参考になるんじゃないかみたいな探してたみたいなことをなんか。そうですね、はい、あの今年戸田っていう、はい、戸田さん入ってくれたんですけど、はい、あの彼があのよく見ていて、そこのところであのこんな感じでやってますよとか、うん、あのこういうの参考にしたらどうかなみたいな、そういうのはすごく言ってくれるし、あの映像も見せてくれるんで、うん、それはやっぱ助かりますね。
どこのチームが多かったですか？まあ、僕が見てたのはリバプールとか、まあ、シティだったんですけども、ミツは意外とこう、まあ、ブラジルの方を見たりとか、まあ、プレミアも当然ありましたけども、まあ、イタリアもあったかな。ライプツィとか、ドイツとかも。そうです。あ、ドイツ多かったですね。ライプツィ、なるほど。次は結構見てましたね、ミツは。好き。なるほど。え、選手たちがさ、こう取り組むにこう当たって、はい、監督のところに結構聞いてきたりとか、そういうのって多いの？そうですね、まずでも、まずコーチのとこ行きますね。ああ、直接は最初には来ないよね。コーチのところ行って、その後に、まあ、僕のところだったりとか、まあ、僕がまあコーチに言って、なんかこんな疑問持ってますけどみたいな感じで、これでいいんじゃないみたいな。まあ、直接まあ自分で、なんですかね、そういう話に入っていくときももちろんありますし、選手同士が結構、なんですかね、ああでもない、こうでもないって言ってて、あ、解決してなさそうだなと思ったときには、ちょっと入ってて、どうしたみたいな感じで入ってって、うん、ここのスライドちょっと迷ってんですけど、みたいな。って言ったらもういけんなら行っちゃえ、みたいな。そうなんですね。なんか鬼木さん試合中によく選手に、はい、カオル下がるなとか、はいはい、ダミアン GO とか、いや試合勝ってて残り5分なのに、はい、ダミアンにまだ行けって言ってんなと思ってそこら辺は鬼木さんも妥協しないんです。でもね、そうですね、やっぱりこの最後の最後までこう見せたいっていうものがやっぱりあるので、やっぱり見て、まあ、ここ本当に、まあ、綺麗事じゃなくてこう見ている人にやっぱり最後までこういいもの見せたいっていうものがあるので、まあ、もちろんこのなんていうんですかね、点数の状況にもよるとは思うんですけども、うん、ただそこにやっぱり点取る可能性があったりとか、相手が少し弱ってるなと思えば、やっぱりそこのところは最後まで力を注ぐのが自分たちのやり方かなとは思ってますね。あの優秀選手に13人入ったじゃないですか。あ、はい、11人を超えて入ってきての今年のあ、そうですね、相当してるかなと思って。あの交代枠5人をフル活用する部分含めて、こうなんかそこ、この11人だけじゃない戦い方を貫徹した結果かなと思うんですけど、うん、そこはいかがですか？あ、それはでも今言われてそう思いましたね。確かにそうですね、ちょっとそれは、あ、でもすごく嬉しいことですね。やっぱりこの、うん、やっぱり途中から出た選手がもう本当に何かこう爪痕残してやろうっていうか、やってやろうっていうのをすごく感じるので、まあ、だから逆に僕も使いやすいというか、うんうんうん、もう、あ、なんかやってくれるだろうなっていう、やっぱり雰囲気あるんですよね。やっぱりそこら辺はこう、なんだろう、チームの底上げにはなってるのかなと思ってます。なんか各チームお話聞いててもこうフロンターレの5人交代で出てくる5人がすごすぎるんですけど、そこはどうでした、使ってる側としては。あ、でもそれはやっぱり思いますね。やっぱり自分もこう例えば紅白戦のこうメンバーとか、やっぱ顔写真があって並べてこうやってやるんですけども、これどっちも強いよなっていうコーチとよくそういう話していて、これ、まあ、パッと見たら、これ、どっちが先発かとか、多分分かんないね、みたいな。それぐらい、やっぱり、こう、拮抗してるというか、はい、あるので、なんか、まあ、とにかく練習面白いですね、見てると、やっぱり。選手多すぎねって思わないの？もう、これだけ言ってさ、もう、どうやって使おうかとかさ。いや、もう、そこはないですよ。やっぱり、いてくれれば、やっぱり助かりますし。はい、お兄さん、これから先って目標で何があるんですか？もう今年まだ天皇杯まず取らなきゃいけないじゃないですか。はいはい、で来年以降は、うん、なんかもっとこう監督さんの野望として野心ってなんかないですか？いや、やっぱり今のこのサッカーがまだこう本当になんだろう、まあ、独走して、まあ、勝ったのでこういうこと言ってもあれなんですけど、なんか全然完成されてないというか、まだまだこう自分たちの、多分これ選手もそうだと思うんですけど、自分たちの中でこう本当まだ手探りの中でやっていて、で1試合の中でもこう、まあ、得点とか結果こそこう圧倒はしてるんですけど、内容でじゃあどんだけ圧倒してんだって言われると、なんかまだそこまでそんな手応えは感じてないので、そこのところでも逆に言ったらその点差っていうものでにこだわってきたので、そういう意味で言うとそこの結果はこう自信にはなってるんですけども、
なんか内容と、あとはやっぱり来年で言うとアジア、うん、ACL、やっぱりそこはすごく自分たちは大事にしなきゃいけないのかなと思ってますね。鬼木さん、はい、もう時間のようなので、はい、すいませんでした。もっとね深い話はね、我々の週休メガネ図と言いましてあのメガネが必須アイテムになってるのでメガネかけて登場していただいていいですか？もう言っていただければ開幕前にでも、じゃあ来年の、はい、そうです。すいません、本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。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 またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、良い笑顔でしたね。いい笑顔、なかなか見れないですね、あんな、なんかね、笑顔はね。多分さ、はい、え、何、これ何っていう感じで来たんじゃないですか。分かってなかったですよね。あれ、画面の向こうに水沼さんがいるみたいな。ね、こちらですけどとか言って、こう連れてこられたんだけど、これ何、え、何ですかみたいな。これ確かに、確かに。隙間ですもんね、これ、ね。いや、隙間、本当に。本当短い時間ですもんね。なんかリハーサルとかやってる間の、はい、もう本番始まる直前まで、はい、こうね、時間を作ってもらったので、はい、ありがたいですね。ありがたいですね、本当にね。でもね、チーム自体がもっともっと伸びるって言ってましたね、小島さん。これだけの成績で勝って言うのもなんですけどって言ったのが印象的でしたけど。確かにね。でも確かに、でもまだ伸びしろあるってことは。来年以降めちゃめちゃ面白いってことじゃないですか。そう、もうそれで十分だろうって、他のチームからね、こんだけ勝ち点取って勝ち数も伸ばして、ね、得点も取って、まだ伸びるんかいって話じゃないの。まだ伸びるんかいですもんね。あとはやっぱアジアですよね。うん、アジアしましたね。そこは欲しい ね、フロンターレとしてはね。本当はその先の話も聞きたかったですけどね、これは次回以降のお楽しみですね。あ、大丈夫です。ちょっと軽く約束をしたので。そうですね、プロミスで、プロミス。